はい、改めておはようございます。太陽が昇って、キリンが踊って、ライオンキングの世界でございます。違う、ここはどこだ、壇ノ浦ってやつだ、関門海峡。はい、おはようございます。なんか踏んだ。はい、というわけでですね、地図上で現在地確認します。こうかな。いや、すっ飛ばしてきたよ。昨日の夜なんだかんだね、広島あたりにいたんだけど、まあ、ずーっと西の方来まして、ちょっと地図がピシェッと、現在地ここです。壊したね。来ましたよ。本当はね、本州の最先端とか行きたかったんだけど、さすがにちょっと、ね、時間的に無理、本日はちょっとね、人に会いますんで、人に会うんです。というわけで、ちょっとすっ飛ばしてきました。はい、というわけで、さとしくんまだ寝てますが、これからの道を発表いたします。はい、まあ分かるかな。行くぜ。九州編スタートでございます。九州編入ります。ちなみにね、ぐるり一周って言ってね、このルートを予想した人は誰一人おりません。これでね、もう分かるでしょ。これでずーっと行って九州を回って、最後そこから松山に帰ると、これでぐるり一周となります。いやいや、こっちだと夕日が真っ黒だ。というわけで、これから本州下関から九州に渡ります。北九州入ります。あそこね、あれ上って高速だっけ。なんか俺地下道で行った記憶あるんだよな。うん、トンネルの途中でね、面白いんだよ。こっちが本州、こっちが九州ってところあるから、そこ行きたいな。でもどっちなんだろう。とりあえず行く道を探していきます。はい、では参りましょう。ゴー。